おそらくクラーケンの仕業でしょう。エブラ粒子の濃度は変わっていないので、ジャミング能力を持っている可能性が高いです。こんな夜更けに何事だ。信じるしかないわよ。ひとまず最悪の状況に備えないと。二つあるわ。一つ目はクラーケンが縄張りを守るのを諦めて私たちに襲いかかってきた場合、二つ目は海の道が閉ざされるまで何の支援も届かない場合。どちらにせよ戦闘の準備をしておかないと。その通りね。順番に根津の番をしながら日の出を待ちましょう。今は暗くて視界が悪いから。じゃあ私が警備に当たるわ。疲れている人や体力を回復したい人は先に休んで。じゃあヘルムが先に休まなきゃ。足首も怪我してるし。手当ても受けたし、これくらい平気よ。気にしないで。こっちだって気にしたいわけじゃないのよ。でも突っ走っては怪我してる。それでも休まずまた突っ走ろうとするし。だって私が率先しないと。どうして、どうしてヘルムが率先しないといけないの。クラーケンについては私が一番詳しいし。さっき教えてくれた情報以外に何かあるの？足の内側が弱点よ。他は？ないわ。じゃあみんな持ってる情報は同じってことね。変な言い訳しないで本当の理由を教えて。どうしてあなたがそんな風なのか。アトマイア号が到着したら私が一番に気づけるはずだから。アドマイヤー号が来ると信じてるのね。めちゃくちゃな話だと思うでしょ。でも私は。いいえ、海にクラーケンが現れたんだから可能性はゼロじゃないと思うわ。ヘルム、キャプテンごっこをしながらアドマイヤー号を待つのはいいけど無理してほしくないのよ。ここにはみんながいるでしょ。その通りじゃ。若いもんが年寄りみたいな行動をするでない。ちょっと頼りないかもしれませんが同じ仲間ですから。あんたが犠牲になったところでおおきになんて誰も言わんで。先に少し休むわ。警備をお願いしてもいい？そうこなくっちゃ。私に任せて。私はヘルムの手当てをしたいので抜けますね。じゃあ私が一緒に警備します。うちも一緒にやるで。プリム、あなたもね。はあ、私は抜ける。一日中寝てたでしょ。しょぼーん。指揮官もゆっくり休んでください。何が起きるかわからないので、少しでも体力を温存すべきです。
ーのファンファーレが鳴り響きますね。うん、信号も全く移動してないし、何の問題もなし。これを良かったと言うべきか。おかしいわ。え、何が？シンプルに、この状況自体がすごくおかしいと思わない？普通ラプチャーなら私たちを攻撃しようとするでしょ。どうしてあそこで待機してるのかしら。ダメだわ、やっぱり海に入らないと。もちろん一晩中メアリーに手当てしてもらったから。おとなしく治療を受けてくれたので、今はかなり良くなってるはずです。万全な状態ではありませんけどね。どうして海に入らなきゃいけないの？確認したいことがあるのよ。クラーケンの目が届かない場所へ行ってすぐに帰ってくるわ。ちょっと確認してすぐに戻ってくるけど、行ってもいいかしら？私たちのことは気にしないで。海ではあなたが一番早くて強いはずだから。それに昨日あそこまで行ったのに無理するってことは、それだけの理由があるんでしょ。だから行ってきて。ええ、行ってくるわ。ありえない、触手で島全体を抱えてる。クラーケンは一体何を？本気で私たちをこの島に閉じ込めたいようね。この状態なら普通の方法じゃ抜け出せないわ。アドマイヤー号。急にどうした？こんな早朝に呼ぶほどの急用なのか？そうだ、時間がないから結論から言おう。パイラント級のラプチャーが出現した。海にいた。該当ラプチャーの名称はクラーケン。クラーケンが退路を塞いでいて、島に孤立している状態のようだ。さらに通信もつながらず、詳しい状況はわからない。要するに非常に危険な状況だ。だからアドマイヤー号の出撃を考えている。君たちの意見はどうだ？クラーケンは第一次ラプチャー進行以降一度も現れていないだろう。海上ラプチャーが復活するのか？それはないだろう。たった一機しか出現していないんだ。それも島に電力が供給されたことで一時的に目覚めただけだろう。ただし断言はできない。そうか、私は賛成だ。エリシオンの二家が活躍するならば止める理由はない。それに島に孤立しているなら早く救助すべきだ。今は海上ラプチャーを相手にする戦力もないだろう。ではバーニンガム、君の意見はどうだ？私は当然賛成だ。何か起きたら大体のことは私が責任を取ろう。だから今回のアドマイヤー号の出撃をどうか許可してくれ。では満場一致だな。そのようだ。わかった、会議の結果によりアドマイヤー号の出撃を進める。出撃準備および整備はどうするつもりだ？そうだな。それは心配いらない。アークにはイージス部隊のマストとアンカーがいるから。くおーくーむにゃーくー